今月6日から15日までは春の交通安全県民運動期間です。これに合わせ9日、若狭交通安全協会と小浜警察署などが館内の小学校に交通安全の横断旗と下敷きを送りました。このうち高浜町の和田小学校では全校生徒129人が参加して贈呈式が行われました。はじめに若狭交通安全協会の奥野幸三会長ら3人が横断旗21本を6年生の児童代表2人に手渡しました。続いて新1年生2人に交通安全の下敷き26枚が手渡されました。このあと奥野会長が自転車の運転や道路で遊ぶときに急に飛び出さないことなど交通安全の注意点を児童たちに説明しました。これに対し児童の代表が交通安全の誓いの言葉を述べました。私たち和田小児童は交通ルールを守り交通事故に遭わないよう安全に生活します。若狭交通安全協会と小浜警察署では毎年新入生が入学するこの時期に児童たちの交通事故を防ごうと横断旗や下敷きなどを館内の各小学校に送っています。今年は館内の小学校25校に合わせて501本の横断旗と505枚の下敷きが送られました。自転車乗ってるときに、でも曲がるときとか横断歩道がないところを渡るときに横とか見ずに渡ってるからしっかり見るようにしたいです。いつ車とか来るかわからないので、しっかりと右左とか確認しながら、自転車とか乗るようにしたいと思います。下校中とか喋ったりしているので、それを低学年にルールをしっかり守るように教えてあげたいです。